畝とは、畑で作物を作るために細長く直線上に土を盛り上げたところのこと。英語ではヒリング、またはヒルと呼ぶ。また道や波がうねるなどと動詞ともなる。木を作物とする畑のウネ畑の畑、あぜは、作物を生育させるために土を盛り上げたところ。畝はしばしば苗や作物を風による障害から防ぐ、目的がある。畝は、スコップ役は、また、 機械の耕運機やトラクターを用いて建てる。通常、作物を作り終え次の作物を生育する際に畝を建て直す。これを願いという。作物や土の状態によって、畝が必要でなかったり、畝の形状を変更したりする。冬以外の気候ならば南北方向に建てられる。温度も十分で土を温める必要もないからである。しかし、冬の天候では、 土が十分温まらない場合もあり、光が当たる面積を増やす目的で、畝が東西に建てられる。よく畝を建てるとされる状況は、が挙げられる。例として、畝をよく用いられる作物に、ジャガイモがある。ジャガイモの海景は、地面の元に成長するが、これが光を受けた場合、クロロフィルとソラニンを生成する。ソラニンは、非常に有害で、吐き気や頭痛。 重篤な場合だと死に至る。従って、じゃがいもの成長期は畝を立て、廃棄することがないようにしている。畝の形状は山形と台形がある。山形は断面を見ると山のように盛り上げて形成する。山の頂上は平たくする。台形のように平たくないため、根菜類などの作物などの山形にすることで掘り起こすことが容易になるものに適用される。 作物が生育するに従って土が崩れ落ちてくるため畝を直さなければならない場合がある。一方、台形は全体を台に盛り上げて畝を形成する。山形のように側がないため根菜類は掘り起こさなければならない。畑の畝のように工程のある状態が水平に続くものを畝と呼ぶ場合もある。地形や道、反物に使われるが他に 動物の部位にも使われ、特にワニの鼻先の筋や、流すクジラ科のヒゲクジラの腹部の筋をウネと呼ぶ。ヒゲクジラの腹部のウネは餌を海水ごと飲み込むときに蛇腹のように広がるためのものである。また、架空の生物にはクジラのウネがあるものも多い。ありがとうございます。